ご視聴ありがとうございます。車やデイリーライフチャンネルです。今回は FC3S のエンジンを分解していきたいと思います。今回のエンジンなのですが、FC の後期のエンジンですね。前期後期だとこの部分がちょっと違うので、後期のエンジンなんですが、この多分これは1回もオーバーホールしてないんですかね。ここが昔のロゴの状態ですね。あとは変わったところはないので、あとでちょっと今のと昔のと大昔のとのここの部分をお見せしたいと思います。ローターハウジングの方では始めていきます。中の方はそうですね、あまり綺麗とは言えないですけど、まあ当時ものからノーオーバーホールと考えると綺麗な方ですかね。まあ、管理が行き届いてたエンジンじゃないかなとは思います。このエンジンは一応ブローっていうことで聞いてるんですけど、ちょっと詳しい状態がわからないので、バラしてみてもお楽しみっていうか、まあこの辺も随分綺麗なんで、本当にメンテナンスはよくやってたエンジンだと思いますね。ポンプの方も綺麗ですね。これも当時ものみたいでゴムなんですけど、プラスチックみたいになってますね。今は赤いんで、今販売されてるものはここがオレンジ、赤オレンジっぽいやつなんで、これです。これが今メーカーから取ると出る部品ですね。でこれがついてたやつです。なんで本当にオーバーホールしたとしてもかなり前、まあ当時ものかもしれないエンジンですね。あとここのボルトですね。ここのボルトは FC と FD の前期はここに、なんだろう、ナイロンっていうか箱にはまってるんですよね。 FD の後期とか8はここ何もないですね。なんで FC FD の前期のボルトを後期のインタメのハウジングのここを通そうとすると、これがあって通んないんですよね。なんで新しくこれをインタメ、 FD のインタメを交換した場合はこれを外してテンションボルトを刺すって感じですね。テンションボルトが外れたので、じゃあハウジングの方を外していきます。こんな感じですね。切れたな。もしかしたら水が入ったかな。これは底の部分が
冷えてるんで、もしかしたらここから水が入っちゃってたかもしれないですね。入った形跡はないので大丈夫だとは思うんですが、よし。で次はローターハウジング外していきます。中はこんな感じですね。ちょっと固まってるな。ああ、うろうしてるな。こういっちゃってますね。うん。ここはもう完全にアペックスシールが飛んじゃってないですね。ここは砕けて、この部分。ここはとりあえずあるけど、食っちゃって動かない状態ですね。でも完全にダメですね。簡単なこのサイドハウジング、まあインタメですけど、このサイドハウジングの歪みを見るのに、ちゃんとゲージで実際は測るんですけど、このオイルの、オイルシールですね。この内側にだけオイルがあって、外側にこう、オイルが出てないような状態。まあ、この状態だとほとんど歪んでることはないので、これがこんなような状態になってるとハウジングが歪んでることがあるんで、まあ、簡易的に見るときには一つの目安にしてもらっていいと思います。次インタメ外していきます。こんな感じですね。液栓は、まあ、見た感じは大丈夫そうですね。じゃあ次フロントのローターハウジングを外していきます。でフロントは、まあ、ローターハウジングが食ったような跡はないですね。ローターの方も、まあ、カーボンでロックはされてますけど、まあ、異物を噛んでブローしているようなことはないですね。これがラダメルのここのオーリングなんですけど、もうこんな状態です。で、一通り分解し終わりました。小物です。これがポンプカバーの中身です。で、これがテンションボルト。でこれがフロントのローターです。こっちはまあちょっとカーボン落としてみてどんな感じだか見てみたいと思います。でこれがフロントのローターハウジング。これが最初に言ったところの古いって言ってたやつですね。でインタメ。でこれがリアのローター。これはもう完全にダメですね。飛んじゃってるんで。こんな感じで。でこれがリアのローターハウジングですが、よいしょ、この部分が完全に食ってガタガタになってるんで、これはもうダメですね。まあ、ローターハウジングはフロントもこんな感じなんで、ちょっと使うには厳しいと思います。サイドハウジングなんかは見た感じ大丈夫ですね。フロントの方も大丈夫ですね。でさっき言ってたローターハウジングなんですけど、こ
これがこのエンジンに入ったロータハウジングです。で、これが今販売されているローターハウジングと同じ形ですね。まあ、こんな感じで違うんですよね。まあ中身は一緒なんですけどね。で、さらに前の13便のローターハウジングはこれですね。ここの部分が。まあ、これはこんな感じで。これが今のやつですね。だいたい。これが昔。だからここはこれで一緒なんですけど、ここの部分がこうなってますよね。なんか英語で何か書いてますけど。これは FC の前期ですね。自分が見る限りだと前期にこれが入ってますね。初期のエンジンの場合。で、これは FC の後期ですね。の初期ですね。で、これが今使ってるローターハウジングと同じ形状のものですね。FC の前期の当時もののローターハウジング。で、これが FC の後期の当時もののローターハウジング。で、これが今現在のローターハウジング。って感じですね。まあ、ちょっと時期は確実かどうかはわからないんですけど、一応見た感じだとそんな感じですね。まあ、同じFC のローターハウジングでも、まあ、形が微妙に違うものがあるってことですね。なんで、この形状のローターハウジングが入っている車があれば、それはオーバーホールなしっていうふうに考えてもらってもいいかもしれないですね。で、これの場合はまあいろいろですね。初期型でもこれ入ってるのがあるので。で、このタイプで、ここはちょっと車上からじゃ見えないんで、あれなんですけど、まあ、このタイプだったら前期の当時もののエンジンっていう可能性が高いです。まあ、こんな感じでちょっと3つ見比べてみました。まあ、当時ものかどうかっていう話なんですが、この部分、組み直してやると大体ここシール入ってるんで、ここシール材1個もついてないんで、多分当時もののエンジンだと思いますね。組み直すときはここシール材入れるんで、うん、こっちもこれフロントハウジングなんですけど、ここのこれに全く入ってないですね。ここにも入った跡が全然ないですし、ここもシール材が入ってる形跡がないですね。まあ当時ものだとするともう30年以上、最終型で平成2年3年3年か、だからちょうど30年ですね。30年間この形だったっていう可能性もありますね。今回はリアブローのエンジンだったっていう形ですね。まあ、あとは計測してやっていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。コメントよろしくね。